自民党、私たちは保守なので、インフラは外資に売却します。ついに NTT が外資に売却されようとしています。ふざけんなって思ったら、いいねしてね。4月4日、NTT 法が採決されますが、これにより NTT 株を外資に売却できるようになります。NTT 株を売却して、防衛費に回します。というとんでもないことが起きてしまう。通信インフラは国防の要であり、フランスのベオリアに水道事業を売却、などに続き、他のインフラにまで外資売却が伸びてきた。自民党は防衛費のためにというが、国防の要である通信インフラを売却など、全く意味がわからない。国民からは、どんどん日本が外資に売られていく。自民党売国すぎるだろ。自民党の人たち、歴史の教科書に名前載るね。などの声が上がった。みんなはどう思う？コメントで教えてね。